おはようございます西田渉です。えっ、ー、と9月19日土曜日ですね、今日から4連休なのかな、土日月日までか、シルバーウィークってやつですよね、皆様どうお過ごしでしょうか、今日はね、東京は曇りかな、でまあ、そこそこ涼しいって感じで、もう秋の陽気って感じですよね。で、僕はですねまあ、いつも通りり、えー、積み上げていくっていう感じなんですけれども、こちらのラジオ、カメラジオと、えー、サブチャンネル、そして今日はメインチャンネルですね。今日は何だ進んだ あ今日ははいちょっと楽しい動画を出すと思いますっていう抽象的ですいませんでえっ、ー、と今日なんですけれどもあのこのカメラオでねレターをいただくんですがそちらのレターのね質問にお答えしていこうかなっていうふうにね思ったりしておりますえっ、ー、と西田さんはスナップ撮影の際にカメラカメラのメンテナンス用具は持ち出してますかっていうことでね えっと、私はレンズの手入れにレンズペンを多用していますがクリーニング液等で清掃する方が良いのでしょうかとプロのメンテナンス事情が気になりましたっていうところでね、えー、っとご質問いただいたっていところで、まあ、カメラレンズの清掃というところですよねで僕とかも、まあ、プロで、ね、かなり、えー、っとカメラを多用するというかね、えー、っと酷使するっていうような環境にいますのでその際のメンテナンス方法っていうところですね でこちらについてお答えしようかなというふうに思ったりしております。まず基本的なメンテナンス方法なんですけどもこれ結論なんですが基本しないっていう方向で <laughs> やってますね。で、あのー、僕らができることカメラとレンズで僕らができることって今日ねあのレターいただいたご質問いただいた方もそうなんですが基本的にクリーニングぐらいなんですよねしかもクリーニングができるところもあの一番表面の部分 こ,こちらののレンズのね今ごめんなさいラジオの方ご覧いただけないと思うんですがこのレンズの表面部分ですよねか裏蓋の部分ですよね裏の部分っていうね裏はほぼほぼ汚れることはないと思うので皆さんもそこまで何て言うんだろうなあのレンズクリーナーとか裏を拭くってことは少ないのかなと思う多分やるとしたら表面をブロワーで拭いてレンズクリーナーで拭くっていうこれがですねえっ、ー、と まあぶっちゃけなんですけどあんまり意味がないんですよね正直もちろん表面にねバターとかを塗ったりしてもうす恐ろしくハレーションが出したような状態だったりするとそれは拭き取らないとねあの本当に像が滲んでしまうとかはあるんですけれども実を言うと改造性能とかに直結するののは後ろの方なんですよ後玉の方ねなので前に例えばちょっとしたほこりがついてるとかね一番前玉の方にねっていうとか でも事実上は一番最初の一番前面ってあんまり意味がないんですよね。で、ほこりがついたところでほとんど改造性能に意味はないと。その代わり後ろのね、後玉に大きな例えば点というかね、例えば後ろの後玉にマジ,マジックとかで黒い点をつ,ついてしまうと。 かかなりりりねねっとと解像感落ちたり場合によって映り込んだりとか、ね、要は、撮像面に近ければ近いほど、やっぱり像が鮮明になってきますよね、レンズの方の。なので、全面のクリーニングっていうところの、例えばこう、レンズペンで拭くとかね、僕は正直あんまり意味がないと思っていて、でプロテクターも正直最近では僕、つけたりつけなかったりって感じですね。で なんか僕もよくフードつけないんですかとかプロテクターつけないんですかとかってご質問いただくんですが逆になんでつけるんですかっていう感じでだからおそらくですがまあ、汚れるからあとは落とした時の破損がプロテクターが守ってくれるからっていうねそういった確かにあのメリットはあるとは思うんですけれどもえっ、ー、とまあその何ていうのな埃とか汚れから守るって用途に関してはですね事実上 レンズとか、まあ、これはレンズの話なんですけどもレンズで実は言うと一番修理頻度が高いところっていうのはあのここの汚れとか、ね、そう傷とかよりも実際にこうズームレンズであったら例えばね、ここのトルクありますよねここの出た部分前の繰り出し部分の,ここのズレなんですよねこれが一番修理,修理要因の一番大きいところなんですよ。 こう出ますよねこうやって繰り出した、えー、とこれとか RF2405 のレンズですが繰り出したこの前の部分がカタッと下にちょっとでも、ね、1mm2mm、mm、でもずれたりするともうコサイン誤差でね肩ボケが盛大な肩ボケが起こるんですよねピント面が合ってたとしても右か左のどっちかの部分が盛大にボケていると,、えー、と絞り F8 とかね F11 にしたとしてももうボケちゃうんですよねなので実はとあのズームレンズの修理の一番の部 の頻度はこののズームの繰り出し部ここを締め直してもらうとかね。なので、インナーズームが僕は好きだ好きだっていうのは、実はこの繰り出し部分のところのが歪みにくいんですよね。繰り出してしまってちょっとゴンと当たったりするとですね、あのここが、ね、ずれやすくなる、そして緩みやすくなるっていうことで、非常にね、あの脆弱なんですよね、この繰り出し系のズームはね。なので、事実上、もうそれをじゃ これをね緩んだからメンンテナンスに出しますで出したら綺麗に中も外も含めた全部レンズもどうせ分解するので清掃してもらえるんですよねセンターであのキヤノンとかの、ね、サービスでっていうなんで僕は事実上中とか分解して清掃できないじゃないですかレンズなんて僕らそれこそねメンテナンスの素人からするとなんで表玉 表面を拭くだけぐらいだったらほとんど意味がないので作業効率的にも意味がないことをやっても意味がないっていう僕はそういうタイプなのであの実情はもうサービスにそういったズームの繰り出しの部分が緩んできたとか僕とかはかなりの使用頻度でレンズを使っていくのでセンターサービスに入れることが多々あるんですよねもうその時に清掃を兼ねちゃうっていう感じですかねあまりにも大幅に汚れて指紋が突き入ってたってなるとさすがに見栄えもちょっとね良くないのでそれぐらいはクロスっていうかねあの銀一じゃないや 保留カラーとかのねクロスペーパーとかでさっと拭き取ってやりますけどもでもそれも別にその液とかもつけないですね別にレンズクリーニング液とかもねなんでプロテクターも逆に1枚ガラスかますってことはもちろん落とした時の落下を防いでくれるリスクあのリスクヘッジにはなるんですけれども1枚ガラスかますと必然的に光沢も落ちますからねそういうのもあって僕もあんまりあの 必要がなないいかなっていう,ふうには思ったりしてますね最近では、ねまあ外に持ち出す頻度が大きいものに関してはつけたりはしてますけれども、まあ、僕も最近の撮影がほとんどスタジオなものですからロケもありますがそんな雨の中撮影するとかそもそも雨の日は撮影しないとかしますからねモデルさん濡れちゃうしっていう。なので、あのー、基本的なあのプロのメンテナンス事情っていうのはもう。 掃除、清掃とかは逆に言うと修理というか、あの機材メンテナンスですよね、先ほど申し上げた、こういったレンズが緩みましたとか、で、そういった時にもうまとめて清掃はしてもらう、そして R5 みたいにこういったカメラも、ですね絶対に清掃の前に <laughs> どこかしらが調子が悪くなるとか、場合によっては起こりうるわけですよね、ライブクリーニング、例えばですが、電子系がちょっと最近調子悪いなとか、なんか急に。 シャットダウンするようになっっちゃったとそれを一応見てもらうために入れますその際にも全部清掃してもらえるファインダーからこの辺の画面から全部クリーニングしてもらえるんでなんで掃除あの掃除クリーニングに関してはねもうほんとメーカーに修理を入れたら同時にやってもらうっていう考え方ここが一つ基本になってくるかなと思いますなのでね皆さんも考えてほしいのがえっとレンズとか使用頻度本当に密に使ってたら あるタイミングでレンズもちょっとあのフォーカスの精度とか中がねちょっと緩んでくるんですよねいろいろ特にズームレンズとかはねなんで必然的に僕も1年に1回ぐらいメンテナンス大体いい入れるわけですよまあ、切るシャッター数がねかなり多いのでね特にえー、と EF 24、えー e、24の 24EF えっとの2470の F2.8 とかはもう約7年8年ぐらい使っているんですがもう5回以上オーバーホール出しててもうここのねズームのところがこう ネジが切ってあるんですけどそのネジがだんだん太くなってきてスカスカになってくるんですよねなのでもう次は締められないと締めたところでもうネジ穴がもう摩耗で結構太くなっちゃってるんで次はいよいよ買い替えなのでそのタイミングでもしかしたら僕が R5 に完全移行してたら EF の2470が退役になって修理不能といいますかねさっき言った締めても緩んじゃうと,とそうなると必然的に RF の2470にシフトしていくのかなとかね まあそれか RF システムだと僕はこの24105を入れつつスタジオユースになると2870の F2 なんで2470の F2.8 が意外と抜け落ちててもいいレンズシステムに今後なるかなとかねいろいろありますが EF もねそうやって5回ぐらいオーバーホールに出すともう物自体が限界になってきたりっていうところでねえっとあのやはり使用頻度って感じですかねなのでクリーニングっていうよりかはその他の要因で レンズとかをメンテナンスに出さなきゃいけないと。その際に合わせてクリーニングもしてもらいましょうっていう、そういった感じですかね。というところでね、皆さん参考になればと思っております。今日もね、健やかにお過ごしください。それではまた、西田航でした。どうも。